ウッドバーンカンパニーストアーズは、アメリカ合衆国オレゴン州ウッドバーンにある、アウトレットモール。ポートランドとセーラムの間の週間高速道路5号線沿いに、位置し、1999年にオープンした。クレーグリアルティグループが所有、運営を行っており、小売スペースの面積は3万3千平方メートルに及ぶ。1999年8月。 2000万ベドルを費やして22,600平方メートルの小売スペースを有するウッドバーンカンパニーストアーズがオープンした。2003年11月には6,180平方メートルのスペースが追加された。2005年11月にはさらに160万ベドルをかけて2,200フィート2のスペースが追加され、ナイキの店舗が入居した。 2009年2月には510万ベイドルをかけて2545.7平方メートルのスペースが追加された。さらなる敷地拡大の計画が進行中である。2006年、ウッドバーンカンパニーストアーズは、ある大規模窃盗グループのターゲットとなった。2007年には、戦没将兵追悼記念日から、レーバーデーまでの期間、ウッドバーンアウトレットエキスプレスというシャトルバスが、 ポートランドのユニオンバンクオブカリフールニア、ヒルトンホテル、及びレイクオースイーゴのヒルトンガーデンインと、ドーモールの間に運行した。運賃は往復で20ベイドルだった。しかしこの送迎サービスは、試行期間中に需要が小さいことがわかり、早々と中断されるに至った。アウトレットモールの建設は、すべてのフェーズにおいて、SDD コン社が受け負っている。このモールにある店舗として、ナイキ、 コロンビアスポーツウェア、ブルックスブラザーズ、バナナリパブリック、ポロ、ラルフローレン、ゲス、ホッシュルなどがあるほか、観光案内ブースを設置されている。また、無税のショッピングモールとしては、アメリカ西部で最大の規模を誇る。現在では、オレゴン州で最も人気のある観光地の一つとなっており、毎年400万人が買い物に訪れる。2009年に拡充された北端にある、 店舗スペース、ありがとうございます。